回想のぼっちかわいい。開始早々トラウマが。遠足でぼっち飯。二人組のペアが先生。切ない。マジで部活は入らない方がいいよ。部活しないとニートになるぞ。やめろやめろやめめめやめろ。やめてくれ。なんだただの俺たちか。いきなり涙が止まらない。お父さん若いね。何かと思ったらお父さんかよ。はっきり描かれない父親。めちゃくちゃ上手くなっててくさ。3年間そのままかよ。1話からオープニングがある。ボッチちゃんが
それではまた明日。次世代のキララ系アニメという感じがする。癒されないタイプのキララアニメだな。やっぱキララ系4コマのボケツッコミのテンポ感がいいね。これぞキララっていう感じの素晴らしい1話だった。キララの日常系はやっぱり素晴らしいね。これが新時代の軽音か。にしても後藤一人のぼっち描写がキャストの演技も相まってものすごく攻めているな。ファッション影キャにはしねえぞという気概を感じる。面白かったけど痛々しくてこっちまで心が痛くなる主人公だな。思ってたより面白かったな。ちょっと痛々しいがまさか本当に段ボールに入ったままやると思わなかった。作者ってぼっち経験者、あまりにもリアルすぎる。人とまともに話せないくせにチヤホヤされたい願望がある。もうほんとわかるわかるって感じで見てた。さすがクローバーワークスやな。質が高い。作画もよく動いてたな。古今とこのクローバーワークスは期待を裏切らないな。クローバーワークスだから質も高いし、キララアニメにしては洒落た作りになってるな。今後の演奏シーンが楽しみだ。また結局弾かれなくなるギターが大量に売れてしまう。チナギターヒーローは実在する。いや本当にアカウントあるし、これぼっちちゃんの絵だよね。アニメ公式前にアニメまぶしてたのか。ぼっちちゃんかわいすぎる。現実にいたら何かしら男どもが声かけてくるだろう。ちゃんとしてたらかわいいけど長くは持たない設定だっけ。まともに喋れない上超痛いからな。ギターとかグッズ学校につけていくジャージ女。ぼっちちゃんあのスタイルなら T シャツだとそれなりに膨らむはずなのに、なんでペタンコに見えるんだろう。面倒だからいちいち描いてないだけでほとんど猫背だったりするんじゃない。対人だと目を合わせなくて余計に姿勢が悪くなったりする。ヒロインとは思えないすごい声。アーニャよりひどい声出すじゃん。早くあの独特なぐちゃぐちゃ顔芸が見たい。自分も学生時代はぼっちだったけど、一応クラスメイトな話しかけることができただけまだ良い方だったのかな。ぼっち経験してるとネガ思考に頭支配されやすいから、ひとりちゃんがあんな言動を取るのあるあるすぎて笑えない。慶応とべを探さなかったのかと疑問に思ったが、あの性格なら入っても逃げ出しそうだと思い納得してしまった。令和の軽音が始まった。また社会現象になってほしいな。軽音は学園メインの部活だけど、こっちはライブハウスメインっぽい。てか学校違う。比較対象としては1話の内容的にもなんか違う気がする。人気は出そうだが、軽音みたいな爆発的ブームは起きないかな。これはバンド始めるやつがいきなり増えそうな設定。原作漫画の方見てみたけど、漫画の方はオチでギャグ強めなのがアニメだとストーリー仕立てにされてる感じというか、結構雰囲気違うね。始まったな。尻。プロのシーン漫画だと裸だったのに変わってる。序盤から顔が死んでる。何してんねん。死ぬぞ。ぼっちちゃんロックなことしてんな。キララヒロインがしてはいけない顔してるの本当に最高。一生入らん。どんどん伸びていく。初心者のバイオハザード。もうちょっと見てたい。これは恥ずかしい。そのサイコロは、どこかで見たサイコロ。懐かしい。久しぶりに見たな。この話ないだろ。片道2時間。高校で片道2時間通学。いくら何でも離れすぎじゃね。わかる。あるあるだね。サウジアラビアの音楽がどんなのか気になる。マイナーにも程がある。うわ出た。リア充実写出てくるな。実写キララジャンプで笑う。ギターの妖精さんと会話するぼっち。厳格なのかよそれ。これ宮森葵と同じタイプ。こいつ面倒くさいな。なんだその自信。羨ましい。
辛すぎるエピソードしか出てこないこの女。お金の生々しい話が来たな。新人バンドはノルマが大変ってよく聞くな。チケットノルマ、闇じゃ。この顔が全てを物語っている。だからバンドマンはやたらバイトする。現実は厳しいな。結婚費用重いよ。そう言われたら使いづらいわ。ぼっちちゃん結婚できるの？肉まんうまそう。トレンドにあって何かと思ったらぼっちの顔か。死刑軽すぎる。接客できなくて死刑はやばい。妄想がすごすぎる。ぼっち特有の作画崩壊。キララ主人公にあるまじき顔好き。推しに弱いコネサは断ることもできないのつらいな。これでこの冒頭なのか。バイトサボりたくて風邪をひこうとしてたのか。バイトから逃げるな。つく水で全身に冷えピタを張りギターをかき鳴らす JK。 つく水でギター弾いてるのやばすぎる。目が必死。そのつく水でギターを配信した方が稼げるのでは。短かまな。エプロン姿はいいぞ。目がいってる。またセルフ作画崩壊してる。ちょろすぎる。あだ名つけてもらっただけで式になることをひとりさん心配になるな。お姉ちゃんだったのか。確かにアホ毛が似てる。おかかおにぎりとリンゴジュース。子供用の紙ドリンク買ってくるお姉ちゃんかわいいな。突然ギター弾き始めたぞ。疑似サンライズ構図。 TA さん好き。 TA さん人気出露。まさか気づかれたか。身近姉、ね、実は動画視聴者。ライブハウスあるある。まあ高いよね。500円。今500円のところも減りましたね。ワンドリンク500円の時代に戻りたい。法的な意味のライブハウスは興行情報という法律で規定されていて、映画館や劇場と同レベルの設備が求められるので、多くのライブハウスは飲食店として営業して法的な規制に引っかからないようにしています。ワンドリンク制ってそういう理由なんやね。ハードルの高い飲食店バイト経験、勝手に終了させるな。下から出てきた手だけ。顔は合わせられないよ。逆に器用だなもっち。男だ。はあ、男、男が存在している。男がキララアニメに、男が存在する世界、男が死滅していないキララアニメ。原作だと歌ってたのちゃんと女の子バンドだったけど、アニメだとなぜか男バンドになってた謎。キララだから余計謎。ダンボールで遮断すれば何でも解決する。思ってそう。いっそダンボールかぶってそういう店員ってことにした方が良さそう。自己肯定感低すぎる質問。ミジンコイカは言い過ぎ。スーパーネガティブぼっちちゃん。身近のライブハウスに対する思い。身近、バンドとライブハウスに確固たる信念があって本当に素敵。身近ちゃんいい子すぎる。可愛い好き。頑張れぼっちちゃん。成長した。汚ねえ笑顔。ぎこちなすぎる。くしゃみ我慢してるのかな。社会復帰アニメ。全校庭にじかすこ。なんだこの子はママか。みじかちゃんの彼氏になったら甘やかされてダメになりそう。帰り際が一番楽しそう。一人だと強気になる。ここ夫婦が子供の成長を感じているシーン。なんだか痛々しくて見てられないと思ったのに、なぜか何度も見てしまう不思議な作品だ。ぼっちちゃん接客できて一歩前進したけど、他がひどすぎて笑っていいのか一瞬躊躇してしまうわ。まさに3歩進んで2歩下がる。ぼっちからすればバイト来ただけで100歩ぐらいなのでね。もしかしてほっちちゃん頭おかしい子なの？はい。ぼっちちゃんだんだん普通の顔してるシーンのが少なくなってきてないか。この
この作品はぼっちちゃんの気候を楽しめるかどうか。原作読んでるけど丁寧に進めてる印象、ぼっちちゃんの気候アニメになるとより際立つな。店長気づいてたっぽいし、意外にぼっちがギターヒーローバレする展開は早めに来るかな。のんのんの駄菓子屋っぽかった店長、ちょっと既視感あったけど、それか嘘だとバレるのが怖いのか、仮病を装わずにきっちり事実にして休もうとするところが真の正真者だわ。この作品は軽音やバンドリみたいなバンドアニメじゃなくて、音一人のリハビリ生活が中心になるのかな。ぼっちちゃんがエンディングのように笑顔でギターを弾ける日は来るのかな。ぼっちちゃんのサービスカット見れるかと思ってたら、まあまあ対策されてたな。Thank you.
弾けるようになってきてますね。ぼっちちゃん、結束バンド内ならもうまともに話くらいはできるのか。歌いながら弾くのは難しいよな。ギターとボーカルの両立は初心者じゃなくても普通に難しそう。おろおろきたちゃんかわいい W。 煽ればええんやで。うおっまぶし。目がはぁー。陽キャオーラに負ける陰キャ。めっちゃ拒否してくる。無理無理ぼっちちゃんかわいい。ここまでのぼっちちゃんを見ててボーカルって言えるの？お前さっくりしている。バンドらしいってなんだろうね。大喜利になる未来が見える。妖先輩黙ってりゃ美人だな。結束バンド物販でそれを売るのはぼったくりやない。驚異の原価率。ぼったくりザロックサイン付き650円なら安い方。ファンクラブはすごく気が早い。悪質なサロンみたいで草。お前作詞できるのか。重大任務すぎる。すぐ調子乗っちゃうのよね。ちょろい。知ってた。何やってだお前。サインは完成した。サインかわいいな。こっちも形から入るスタイル。ホラーゲームでよく見る絵。特徴だけは捉えてる。陽キャのイメージがおかしすぎる。どんなイメージじゃ。平安陽キャごとを好き。こんなぼっちちゃんは嫌だ。そんなグラス持ってたんだ。黒歴史が増えてしまった。娘が気功に走っている。ぼっちちゃん、あなた疲れてるのよ。呪い扱い。やめろぼっち、そんなのお前じゃない。書いてて吐き気を催しそう。この世の応援ソングをさらっとりする。この応援ソングへのぼっち的思考好き。ペラペラぼっち、土下座ぼっち、みんなの私服かわよ。ひどいアーシャ。欠席した卒業写真かな。永遠に工事してるところだ。工事してるのリアルやな。下北も割と桜田ファミリア化してるよな。下北沢の風景いいね。はい、これ巡礼スポットですよ。ドラムはかわいそうなことに。ドラムは持ってこれないもんな。かっこ悪いからやだはちょっとひどい。本音を明かすまでが早えよ。幼稚園児か。虹夏と陽の関係好き。振り回されたいかっこ物理。全校定期たちゃん。すっと肩に手を置くな。幽霊みたいな触り方をするな。ぼっちが見切れてる。ぼっちちゃんってやっぱり幽霊なのでは。みんな目が死んでいる。怖すぎる。陽キャだ。ぼっちどうした。青春コンプレックス発動。ああ、また死んじゃったよ。あばばば。お父の顔やばい。急に明日ちゃんみたいな作画が。そういえば同じ制作会社だったな。下北沢の希少種ぼっちちゃん。いつもこんなんだよ。慣れって怖いな。謎ノイズが。テレビ壊れた。ああ。壊れた。ああ。展開が怖すぎる。ぼっちから出る音がやばい。これ声なの。すご。ツチノコって言うよりはナメクジだな。すでに歪んだ承認欲求モンスターではあるだろう。承認欲求モンスターなんてそこら当たりにいっぱいいるから。演出が多彩すぎるだろう。SNS より YouTube チャンネル作る方がハードル高いような。オープニングでジャンクするアニメは神アニメ。キララジャンプだ。でも最近のキララあんまりジャンクしないよね。ぼっちのパンツ見せろや。原作だとパンツ見えるシーンあります。物販で売るもの決まったな。無価値なもの。無価値ならもらってもいい。意図的にキララジャンクするアニメは初めて見た。一人顔死んでますが、キタちゃんがしれっと腕掴んでる。ぐにゃぐにゃしてきた。作詞頑張れ山田涼。 LINE の最初の一言、あ、名の理解度が高い。涼の、あ、わ LINE 交換した時になんか送って友達追加する時のあれなので、それ以来ぼっちと涼は一切連絡取ってないことが分かっていいですね。これは入るのきつい。おしゃれな店入りにくいの分かる。それはお寿司屋でやるやつ。普通に入ろうな。気まずい。友達の友達感。赤と黄色いないと会話が。何
ヤニティッシュで鶴折ってんの。歌詞じゃなかった。なぜ同じノートを使ってしまったのか。わ、かわいい。俺にもやってほしい。いじちちゃん天使すぎる。大天使にじかありがとうございます。せや、自分の個性を出してこそ音楽や。りょうさんめちゃくちゃいいこと言うな。陽キャに歌わせる陰キャ歌詞、それはある。発想が不謹慎好きのそれ。山田、嘘でしょ。金持ってないのに店に入るな。クズや。これはベーシスト。りょうさんマジモンのバンドマンや。金にルーズなのはダメなバンドマンの典型。金借りるような人間にいつでも大丈夫は禁句やぞ。絶対返さないやつやん。クマすっごいな。いつも顔面崩壊してるから目にクマができたところでという問題。陰キャスマイル。褒められると溶けるぼっちちゃん。りょうさんと相性良いなぼっち。ひねくれ者同士気が合うのかな。恐怖の部屋やめろ。ストーカーの部屋かな。絶対に綺麗な終わり方はしないぞという強い意志を感じる。エンディングが変わってるだと。これエンディング歌ってるのりょうじゃないか。エンディングの絵かわいいな。今回もめっちゃ楽しかったわ。アニメの作り方上手すぎでしょ。なんかすごかったわ。ぼっちお暴れというか暴走というか迫力あった。ぼっちちゃんバグり出したのほんと笑ったわ。ぼっちが倒れてからバグり出すところ面白かったな。これはアニメにしかできない演出だわ。オープニングとエンディングに出ていた怪獣は承認欲求モンスターだったのか。かわいい。ようさんいいこと言うなって感心したのにぼっちちゃんに怒らせようとして台無しだった。この話からずっと俺は山田をクズだと思いながらアニメを見るよ。山田は大体クズだけどたまにいいことするとすごくいいやつなんだなって錯覚する。山田はぼっちから連絡なかったら支払いどうするつもりだったんだろうか。ベース担保にするかにじかちゃん呼ぶかのどちらかだろうな。倫理観のなさは山田が一番だな。バンドマンのお手本たる存在だからしょうがない。カフェ店員目線だと変なあだ名で呼ぶはお金たかるわでいじめにしか見えないよな。山田は学校に連絡されても文句言えない。原作者がこの花しらあたりから山田を可愛く描くのを諦めたってツイートしてて草生えた。ガチコミ賞陰気屋のぼっち、金銭感覚ひどいクズ野郎の量に対する面やらレベルのガチ恋なきた。こう見たらほんと虹夏ちゃん天使すぎてな。虹かちゃんと北ちゃんの私服可愛かった。でもぼっちちゃんがジャージのままなのは誰も突っ込まないの。今気づいたけど最初のシーン妙の前組んでたバンドのアーシャだったのね。最後のシーン怖すぎ、わろた。アーシャめっちゃ吸ってるなぁと思ったら恐怖の部屋でわろた。ぼっちちゃん気持ちが重い。重すぎるよ。初めてできた家族以外の近しい存在だからぼっちちゃんがめっちゃ執着して部屋中にアーシャに貼ってるのは怖いけど可愛かったですね。アニメは写真を押し入れじゃなくて部屋全体に貼ってるからヤバいやつ度上がってて笑う。原作でも割とホラーよりのオチだったけど、引きで増えてく写真とぼっちちゃんの笑い声がより恐怖を際立たせててよかった。自分で稼いだお金だ。初バイトのお給金はすごい嬉しいよね。親にあげるケーキ考えるぼっちちゃん優しい。バンドマンはやっぱり金がきついよな。またゴミ箱入ってる。ゴミ箱に入るぼっちちゃんかわいい。海でバイトとか死んだな。また作画崩壊してるぼっち。やばそうなサイト。闇金を使おうとするな。闇金牛島くんみたいな名前の会社はあかん。ギター担保にしたら本末転倒やろ。ぼっちは早く動画を収益化しろ。原作と逆なんだよな。歌詞と曲ができる順番、結構原作の順番ごちゃ混ぜなのね。山田は女の扱いがうまい。やっぱり山田はクズの素質あるよな。ダメなのかよ。甘くなかった。現実は非常なり。お姉ちゃん怖いのだ。身内にもちゃんと厳しいの偉い。お姉ちゃん可愛いな。ぬいぐるみ抱いて寝る店長助かる。また
ラボ島の作画が壊れてる。どんどん崩れていくぼっち。ぼっちの作画崩壊が回を追うごとにひどくなる。作画がやばいとかいうレベルじゃないの。草顔色悪いっていうレベルじゃない。ゾンビーになっとるやろがい。ゾンビランド一人、犬並みの服従、後藤エッチすぎんだろ。そういうことしてると薄い本の餌食になるんだぞ。撮られてる。その写真ちょうだい。否定されたわけでもないのである。正規ルートで受けに来いってことやな。ここの顔かわいい。やっぱりこのメンツに上下ジャージは異質だ。三人私服かわいいからぼっちちゃんのジャージが際立つな。土管の中にフェードアウト。そっか、まだぼっち下手扱いなのか。あんな気候をしてギターが下手なぼっちを見捨てないの優しいな。ずっとそこで練習してんのかよ。なんで自然に分裂してんだよ。スタンド名ぼっち。ゾンビになったり幽体離脱したり忙しいですね。北ちゃんほんとええ子や。これは光のようきゃ。これって告白ってことでいいのかい。マッシュルームヘア。女の子が女遊び。やっぱバンドやっててマッシュルームヘアの男はろくなやつがいないな。なんだウィッグか。これぼっちはピアスの穴開けたのかな。まだポスター貼ってたんかい。恐怖部屋がまだそのままで草。ぼっちの部屋ガチでやばいよな。落とし蓋かわいい。蓋と蓋でかけてるのか。晩ご飯を作るにじかまま。このシーンなんか好き。断れない女。ぼっち炭酸苦手そう。炭酸飲めないけど断れないやつ。不純な動機。大体のバンドマンはチヤホヤされたくて始めるから。なんだ今のポーズかわいい。虹かちゃんマジ天使。ぼっちがジャージ履いてない。後藤がちゃんと顔出しでやってる。ダンボールから出て演奏できてるやん。なんだこのイケボ。北ちゃんイケボすぎない。この顔からこのイケボ出るのやばい。うわ、ペットボトルの振動細かすぎる。こういう演出最高。ぼっちちゃん覚醒。ぼっちの本気きた。空気変わったな。ぼっちちゃん覚醒にさりげなく気づく描写がいいですね。かっこいいギターソロ。ぼっちちゃんパートやばい。ライブシーン良すぎるだろ。なんというか動かし方が綺麗だな。映像になるとここまで綺麗になるのか。ありがとうカバーワークス。いい顔だ後藤一人。青春してるな。辛口お姉ちゃん下向きすぎ。ぼっちちゃんは基本化を迎えてるからしょうがない。スンデレお姉ちゃん。スンデレは時々損するから気をつけよう。ここの PA さんの熟年夫婦感好き。後藤一人頑張った。どうした。しばらくお待ちください。なんだその映像。ぼっちダムが決壊した。富山県黒部ダム、埼玉県滝沢ダム、岩手県湯田ダム、長野県味噌川ダムがぼっちザロックの聖地に追加された。聖地巡礼大変そう。さすがに店長は鋭い。めっちゃ見てる。店を汚しやがって。逆効果。絶対違う意味で伝わった。その言い方は圧かけてるとしか感じられねえ。チケットノルマ終わった。ぼっちちゃんには厳しすぎる。お前も配る相手がいねえ。手が妙にリアル。犬はダメだろ。妹と犬にチケット売りつけるな。犬入れても足りない。犬をカウントしてる時点でアウトなんだよな。ぼっち諦めるな。ぼっちザロックカン。今回も最高に楽しかった。演奏シーンもめっちゃかっこよかったな。ぼっち覚醒シーンめっちゃよかった。
オーディションの演奏にこんな力入れてくると思わなかった。相変わらず演出もキレキレで面白い。ナイスダム、ステージに吐いたのかよ。いい話かと思いきやダム大放流笑ったわ。ツイッターのトレンドにダム上がってて、プーチンついにやったかと思って見てみたら、ボッチザロックで草さらっと入るダム映像協力。ヒロインのゲロのために協力してくれる各種ダムに感謝。ボッチちゃんは一生これ触りでいてほしい。かっこ鬼畜、ボッチ頑張れという気持ちと、ボッチをもっと追い込んで凍らせたいという相反する気持ちが湧いてくる。それは愛だね。ペットボトルの震える演出好き。あれライブハウスのお松を表すうまい演出で感心したわ。演奏シーンは全部作画か、すげえな。ギターとジャージでギターヒーローなの即バレしそうなもんだけど、そんなツッコミはナンセンスか。ヒーローの正体はなぜかバレないもんだからな。ギターヒーローのファンだと思われてる説。カツラの下の髪まとめ、ヒセコイの時のが役立った感じか。ヒセコイで培ってそうなコスプレ作画技術。もしかして店長って可愛い。店長の意外な可愛い側面に燃えた。結婚してください。ボッチちゃんの実力が徐々に理解されつつある。コリュ触りはずっと改善されないままだけど、ライブ終わった時のアップでボッチってちゃんと美少女だなと思った。作中でもいい顔してる時は美少女扱いされてるからね。でもボッチちゃんの美少女モード数分しか持たない。境王権かな。今回のライブがヤバすぎて、おそらく7話で来ると思われるライブ本番がどう描かれるのか、ハードル上がりすぎてちと心配。前回こんなだったか。存在しない記憶。立ちはだかる店長。謎のボスミガール店長。新宝島フォントで草。綺麗なボッチザロック。そしてこの顔である。その顔はやめろ、笑いそうになる。おばあちゃん出してきた。おばあちゃんまで連れ出そうとするな。なんだこの映像、演出が怖い。ファミコンみたいな作画。ママの優しさがしみる。母はボッチじゃないんだ。お姉ちゃん怖いよ。妹よ、友達いないは禁止カードだぞ。5歳の妹に圧をかけるな。絵がやばい。怨念チラシ。呪いのビラとして変なバズり法思想。ネットは正義。ネットには何でも書いてあるからな。りょうさん、なんか売れたで済むの強いわ。山田も売れてるのに、ぼっちちゃんは。他は順調。俺の天使がそんなこと言うわけないだろう。ぼっちの真相心断ってどうなってるんだ。何これ、新宝島。新宝島は実写版バクマンの主題歌で、その曲に合わせて踊るネットミームが昔は流行っていた。この作品一番のクズ。注文が多すぎる。こいつズーズーしいな。めちゃくちゃ買わされてて草。影キャはパシリにされがち。完璧な金づるの主人公。ボッチちゃんでもわかるくらいのヤバい人。ヤバい人に絡んでしまったって顔してる。難問の胸。ボザロの首姉ヒロイさん。もしかして首姉よりヤバい。ボッチ、今のうちに逃げろ。だが回り込まれてしまった。めちゃくちゃ早口だな。置いてきとうな、嘘つくな。顔が溶け始めた。なぜ作画崩壊にこんなレパートリーがあるんだ。うわー、急に冷静になるな。肌身離してるじゃねえか。命が軽いな。ぼっちちゃんを気にかけまくりな虹夏ちゃん好き。現実逃避してるじゃねえか。ストゼロ理論。例のストゼロ画像だこれ。どこかで見たことあるぞ。依存症のテンプレートじゃねえか。インターネット素材のオンパレードだ。ダメだこの人。
おい、ストロングゼロが通っていったぞ。ストロングゼロはあかん。あんなにあったプリント写真がもうない。急に俺の部屋を写すなよ。こんなぼっちちゃん嫌だ。ストロングゼロ決めるキアラヒロインはやべえんだよな。ぼっちちゃんにいいとかは普通にありえるんだよな。ハロワイ決定はなくなったのリアルすぎて泣いた。想像の解像度が高すぎるんよ。マジで闇が深いのやめえや。辛すぎる。視聴者に聞きそうな話でうつ。お前が言うな。両方ともヤバい人なの面白すぎる。脱いだ。まずいですよ。何想像したんだロボッチちゃん。後藤ひとりさんも脱ごう。原作だとボッチちゃんが私そういう趣味は的なこと言ってたと思うけどカットされた。いきなり高難易度きた。まあバンドといえば路上ライブですよね。路上ライブって届け出出さないとダメじゃなかったっけ。祭りの日に路上ライブなんて一発警察案件だろ。スマホバキバキじゃん。拾いのバキバキ本が解釈一致すぎる。急に真剣になった。かっこいい時はかっこいい酒くず。接しづらい。そりゃ人間かどうかもわからんやつとは接しづらいだろ。いきなり合わせられるの強いな。酔っ払ってそのクオリティか。応援されてるぞ。ぼっち成長の時、本当にいざって時はかっこいいなごと。一人お前やればできんじゃねえか。固めなのかよ。いい話だったのにな。警察だ。警察の人、強盗での警告だけで済ませてくれるの優しい。福笑いぼっちちゃん。ぼっちちゃんの顔は接客弱い。めっちゃいい人だな。優しい世界。こいつマジか。ベーシストってクズしかいないんか。珍しくいい笑顔のぼっち。ぼっちちゃんが嬉しそうでよかった。嘘扱い。信用がない。嘘ついてないのにかわいそう。こんな悲しいオチ見たことないわ。すごいな。原作コミック10ページでアニメ1話を作り切った。まさかこの話だけで1話使うとは思わなかった。拾いが酒粕なのは相変わらずだけど可愛くていい。喋って動く拾い可愛いな。酔っ払いのお姉さんが人間としてはすごくすごくダメだけどバンドマンとしては有能な人だった。拾いは普段だらしないけどたまに頼もしくなるの少年漫画の師匠的立ち位置みたいで好き。拾いさん長生きできなさそう。まあそれもロックか。金沢八景から下北まで通ってるのか。なかなか面倒くさいルートだぞ。金沢八景で下北沢のライブのチケットを売るってかなり難しくないか。めちゃくちゃ遠いよね。いい話だった。モブまで天使な優しい世界。半1号2号ってことはコンボも出てくる。たびたび出てくるよ。一人のファン1号、一人のファン2号ってクレジットに書いてあって泣いた。ファン1号と2号はまだ名前ないんか。それが正式な名前だぞ。あくまでも俺たちのと同じでファンだからね。結局山田は誰に売ったんだ。山田個人のファンが買ってるんじゃない。山田は北ちゃんみたいな女子ファン何人もついてるだろうな。これはある正体表したね。ぼっちちゃんがまさかこんな兵器を隠し持っていたなんて。なんでああいうシーンにはストゼロが選ばれるのだろうか。安くて質の悪いアルコールだから少量で酔える貧乏人の味方だから。嫌なことあったり死にたくなったらこいつを飲むと即座に酔えるヤバい酒。飲めばわかるよ。あそこまで粗悪なのが宝飾の日本で出せるんだってなる。度数の割に変な酔い方するからね。酔いつぶれるにはうってつけ。多分数年後には規制されてると思う。ラスト3人に理解されすぎた結果信じてもらえないの。どんな顔したらいいのかわからない。チケット売れたの誰も信じてなくて笑うわ。
まあさすがに普段の調子では奇跡が起こらない限りチケット完売無理でしょ。奇跡が起こったのを信じるより壊れたと思う方が自然。実際拾いに出会ってなければ嘘ついてたよな。次回はついにぼっちちゃんの部屋が見られてしまうのか。